試合にはこうなかなか出場はできませんでしたけど、まあ、その中でこう成長している部分というのは自分自身感じているので、まあ、それをもう今シーズンはとにかく試合に出て結果を出すしかないと思っているので、まあ、今シーズン、昨シーズンのこう悔しさをしっかりと今シーズン晴らせるようにやりたいなと思います。そうですね、まあ、新たにジュアンコーチを迎えてこう技術的なところからこう一からやっていきましたし、まあ、一番はメンタル的な部分で成長したかなというふうに感じます。こう今までやってきたことをこうゼロからやるような感じで、まあ、自分ができてなかった技術などもこうしっかりと一からできたので、まあ、そういったところは本当に成長したかなと思います。崩された感じでもありますけど、でもその中でもこうただこう内容を押し付けるのではなくて、こういう理由でこういうふうにした方がいいっていう、こう自分自身も理解してこれをしようっていう決断できているので、まあ、そういったところではこう本当に面白い学びがあるかなと思います。正直悔しさが残りましたね。やっぱり自分があの舞台に入れてないっていう、こう海外を見たら全然若い年齢じゃないですし、まあ、そういったところではこう悔しさが残る大会になりました。次は必ず出たいと思ってますし、まあ、自分は来年オリンピックもありますし、やっぱりそういったところを目指す上でもこの目の前のこのチームで試合に出ることが本当に A 代表オリンピックにつながってくると思うので、まずはこのチームに出るためにやっていきたいなと思います。こう伸びのあるセービングが武器だと思ってますし、こう取れないだろうっていうところからのこう伸びるセービングっていうところを見てもらいたいですし、まあキックの飛距離が出るのでこうチャンスメイクするってところも見ていただきたいなと思います。自分としては本当に勝負の年だなって感じてますし、来年のオリンピックにもつながりますし、まあ、このチームでこうやってきて、こう去年の悔しさ、先ほども言いましたけど去年の悔しさをこう発揮するためにも、やっぱりこのチームで出るために今シーズンはやっていきたいなと思います。